あ、コメント返信動画ー、はい、というわけでですね、はい、まあスプラトゥーン2がもう出るということで、はい、はい、まあまあ言うてまあ節目でしょ、うん、西澤君としても、うん、はい、なのでまあせっかくなんでね、まあいつもコメントいただいてますので本当にありがとうございます、ありがとうございます、ね、こちらの方ね少しずつ返信していこうと思います、はい、さあじゃあちょっと僕がピックアップしたやつからいきましょう、はい、まずこちら、僕のねあのアームズの動画に上げてくれたコメントなんですけども、うんうん、冒頭の樽投げちゃうよはもっと大事にした方がいいと思う、わかる、いやいや、そこね、大事にしてるつもりなの、俺としては。うん。だからさ、例えばさ、犬とかさ、聞いた時にさ、うん、もう、毎回さ、はぁ、かわいい、かわいいなってないじゃん。うん。かわいいな。っていう感じになるじゃん。うん、そんな感じ。あ、投げちゃうよ。うん。みたいな。うん。そういう感じでやってたんだけども。だけども、適当に見えてたってことでしょ。まあそうだね。うん。受けてからして、なんかこう、流しちゃってるみたいな。そうそうそう。だからもう 100%、120 で。毎回。常に。1回120で。120ちょっとやってみて。120。あ、わかりました。じゃあ、アームズの。うん。はいどうもこんにちは、裏切りマンキーコングのフージです、樽投げちゃうよ、はい、というわけでアームズのね実況やってございます、あーもう毎回それでいい、それの感じでアレンジ加えていけばいいよ、あーそのね、うん、その樽投げちゃうよとかじゃなくて、うん、樽投げちゃうよ、うん、というわけでみたいな、あー違ったか、ダメか、まあ時間かかるな、俺はあんま言えないけど俺はあんま言えないけど、まあなんかそういう感じ、ね、やっぱやりきった方がいいんじゃない、わかりました、わかりました、じゃあもう全力でこれからやっていきますので、うん、はい、ありがとうございます、ね、はい、どんどんやっていきますので、はい、というわけで次のコメントいきましょう、こちら、マインクラフトの方に、うん、いただいたコメントですね、うん、ちょいちょい関西弁がポロッと出ますね、あ、う、あ、ん、全然僕関西圏関係ないんだよ、関係ないね、そうでも芸人がさ、うん、基本的にそういう関西だったりとか、うん、まあ地方の人だったりとかっていうわけじゃん、うん、なんか出したくなるときない、まあなんか混ざっちゃう時はあるし、うん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 、やっぱ聞き慣れてるものだから、うん、その関西方面の漫才とかで、ポロポロって出ちゃうような時はあるのはあるけど、うん、でまあずっとそれ使ってるのはちょっと寒いよね。いたもん、俺同期に、生まれて3歳まで大阪で、うん、その後ずっと埼玉なのに、うん、めっちゃ関西弁使ってるし、ずっと何言うとんねんボケお前。アホかおい。うん、いやでもいいよな関西弁、俺も関西弁やっぱ羨ましいから、うん、やっぱツッコミとかが、うん、いいよなとか言ったら、おう、まあやっぱそれはさ慣れてるもんやからなとか言って、うん、こいつ埼玉だよ、えっってそうなの、分かんない、その人なりにバカにしてたのかもしれない逆にアンチテーズだと、うん、嘘、それはやだな逆に、まあでも青森出ないもんね、全然青森は出ないね、うん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 、まあ そうだね、そこら辺のね、まあ、関西弁とかの地方の言葉とかね、まあちょっと出しちゃうけども、うん、まあ別に関係ないんで、はい、はい、特に、はい、気にせず聞いてください、はい、次、はい、こちらもね僕のアームズにコメントいただいたんですけども、はい、富士さんいつもアームズの動画ありがとうございます、俺はすごくアームズが弱くて最近はやる気がなかったんですけど、うん、富士さんの動画を見てアームズのやる気がまた出てきました、うん、ありがとうございました、お、これすごい嬉しい、うん、俺としてはやっぱね、あんまり僕もさ超うまじゃないじゃん、うん、超うめえよ、うん、もう俺が俺に勝てるやついねえよみたいなんじゃないんだけども、うん、こういう風にこう勇気を与えられたという部分で与えれてねえよなんか手術前のホームランみたいな感じで言うけど、そうそうそう、全然そんなことない、勝ったらじゃないから、でも手術アームズ楽しくやってくれたって手術しますってそうそうハードル低いねっていやまあでもその楽しそうに 見てもらえたのは嬉しいなっていう、うんうん、まあでもねやっぱ上手くなりたいと思いますので、はい、まあでもそのなんか大会とかもね、エボエボ、そう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 、エボジャパン、エボジャパン、ね、うん、日本でやるエボの方でアームズがノミネートされてたんで、はい、ちょっと頑張りたいですね、ここはあるんじゃない、及ぶ、うん、及ぶアームズをちょっと僕も見したいと思いますんで、ちょっと頑張ってみますんで、ぜひとも見ててください、はい、はい、じゃあ僕が選んだやつ、うん、てかここで寝てるのか、ん、多分ここのことだと思う、あ、寝起きスプラトゥーンか、うん、そう寝起きスプラトゥーンだいやあれよね、ここが生活圏でしょって、そういや狭いよ、あのね、まあ、うん、カメラだと分かんないと思うけど、うん、これ何畳ぐらい、3畳あるって、天井ここほらここだからね、これ今ついてるから天井、うんうん、で横ももうあとこれで西澤の体分だけでしょ、うん、俺の手広げて、いやいや2畳とかじゃん、 2.5 畳ぐらい、 2.5 ぐらい、うん、うん、2.5 畳で、しかもそのうちの 1.5 畳ぐらいはなんかもういろんなもので埋め尽くされてるから、うん、だってこれだってもう 181cm あるわけじゃん、うん、寝れるのここでやめた方がいいこんなだって
眉みたいに入ってる。前田刑事もね、うん、寝て一条って言ったし立って半条寝て一条って言ってたけど、いやそういうことじゃないから、それはまあ体悪くしないんだったらいいんだけど。いやまあその最近さ PC ゲーやり始めたじゃん、ちゃんと。ああやってますね、いろいろ、ね、あれをやり始めて思ったのは、うん、机に座ってゲームしたいなっていうのはある。ああ、椅子座って、椅子机で、うん、目の前に机やって、そうそう、それでやりたいなと思う。やっぱそうよ、うん、俺も椅子座ってってるもん。あ、今椅子座ってあの段ボール積んで、その上にこうあのマウスパッドみたいな。ああ、そっちの方がいいんだよ ね。まあまあ引っ越したらね。まあそうか、引っ越す予定があるんだもんね、うん、でもこの秘密基地感も好きなんだよね。まあここで2週間過ごせって言われても別に問題ないもんね、うん、ここだけで。いや俺も1年半ぐらい住んでるほぼここでな、うん、まあまあそこら辺はね、まあ、馴染みはあるので、うん、まあ、別に問題ないでしょ。別に俺は問題ない。ああ、うん、問題ない中でね、まあ、快適に過ごしてますんで心配しないでください。はい、はい、前夜祭。ああ前夜祭、この前スプラトゥーン2の前夜祭のうん、うん、とこにあったコメントで、うん、ローラーはジャンプ縦振り横振りの使い分け難しかった。ああなるほどなるほど、うん、って書いてあるんだけども、うん、まあ難しかったなと俺も。ああ共感したなって、うん、共感したなっていうどうなんですかあれ。一応その振り上げてからジャンプすれば横ジャンプができるとかってありますけど、でもね、あの落ちながら、はい、ジャンプとかなしに、うんうん、落ちてて即振りは横なんだけど、うん、2回目から縦になってたんだよね。え、高いとこから降りながらバシャバシャってやったら横縦ってなる。へえ、スーパージャンプも縦だったね。あ、そうだ、うんうんうん、そこら辺がね、だからかなり技術介入性が上がったよね、うん、あのマニューバーのゴロゴロもそうだけど、うん、ちょっとねその辺はまあやってかないと分かんないからは、うん、まあ慣れだろうしね、うん、そこら辺もまあなんかこううまいこと分かってきたり、うん、なんかこういうの強いよっていうのね出てきたら動画にしたいと思いますので、はいはいはい、まあまあできること増えたらね強くなったっていうのは絶対だと思うし、うんうん、どん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 、まあ、これから結局やっぱローラーは触っていくわけじゃん、うんうん、ローラーのね攻略動画もぜひともお待ちください。はい、はい、スティック勢でしたがジャイロ解禁したら抜き放題で快感を覚えました。今時ジャイロに苦手意識を持っていましたが克服して一皮むけた男になりました。ずるずるなんかチョロチョロってこうやってチョロチョロってエロいの見せて、まあまあなんかちょっとチクチクしてたけどまあでもねやっぱね、はい、結構コメントで質問とかにもあるの、うんうんうん、ジャイロにした方がいいですかねみたいな、あるね、スティックのでやってるんですけど、うんうん、まあ、ジャイロにした方がいいっすよ。まあなんか前からずっと言ってるよね、あのマウスで狙ってるのと一緒だっていうさ。そう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 、うん、キーボードのボタンでこう右上とかってカーソル動かすのとマウスでサックチってやるのとって言ってるしね。今回どう、その Wii U ゲームパッドじゃなくてプロコンになるわけじゃん、うん、やりやすさとかって、あ全然変わんなかったよ。あ変わらずプレイできる、うん、ただやっぱちっちゃいからコントローラーが、うんうんうん、Wii U パッドと違って、はいはいはい、でまあ慣れは必要だと思うけどなるほどね、そのこの感覚、うん、この感じは全然変わんない。ああのボタンでやっぱマップ出さなきゃいけないのちょっと戸惑うけどね。あ最初はね、 あれも慣れたらすごい便利。あ逆にね、うん、だって下見なくていいんだもん。あそうか、このね視点が動くって相当の労力なの。まあこのパッド見た時にまたちゃんと見なきゃいけない、探さなきゃいけないし、なうっすら後ろ見えるしね、あの、うん、画面の中に。あーなるほどね、スーパージャンプはあの合わせてジャンプするみたいなさ。あーもうあれも慣れでしょ。慣れか、うん、うん、まず結局2の方が、まあ、便利にはなってると。絶対なってる。おーなるほどね、だ結局難しいというかちょっとやること増えてるけどその分楽しくなってる部分が多いと。まあそんなんねやればすぐ慣れますね。ああ分かりました、まあ、そうなると本当楽しみになってくるね、はい、もうちょっとですけども、そうです、もう出たらってずっとやるわけでしょ。もう出たらずっとやるし、そうだね、出なくてもやるし。もううつろじゃん2やりたすぎて出なくてもやる。もう出なくてもやるそれぐらいやりたいんだ。あやりたい気持ちがな溢れているようで、うん、皆さん楽しみにしててください。ちょっとねあのコメントのちょっと笑っちゃったでしょう、うん、あ一番笑ったやつ、一番笑っちゃったでしょう、ちょっとここ最近コメントで一番笑ったやつ、うん、笑っちゃったでしょう、ちょっといいですか、これ若葉の動画、うん、若葉シューターの動画に上げていただいた、うん、無敵のあるシューティングゲームとして世界に広めたいからね誰なのかっていうどの立ち位置でコメントしてるかもよく分かんないし、そうそうそう、多分無敵あるゲーム結構あるし、シューティングであると思うしどのそのなんか立ち位置の方なのかなってちょっと一瞬このやっぱちょっと大御所感あるじゃん、うん、からねってそれちょっと笑っちゃった。面白コメント、それでこっちやってるからねそう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 、気づいてよかったよみたいな、なんぞなんか分からしてあげたみたいな感じがすごいねちょっと面白かったんで、こういうのも探しつつやってるんで僕は、はい、コメント全部読んでます、はい、ありがとうございます本当に、たくさんのコメントねいつもいただいてありがとうございます。ありがとうございます、ね、本当に全部のコメント読ませていただいてますので、まあ、読んだ上でね、例えば僕だったらそのゲームのプレイでなんか反映できてなかったりとかがあるかもしれませんけども、うん、ちゃんとあの無視とかはしてないのでぜひともねこれからもコメントどしどしお寄せください。
ください。お願いします。はい、というわけでここまで見てくださってありがとうございました。コメントや評価ボタンのクリックもお待ちしてますので、ぜひともお願いします。というわけでまたお会いしましょう。さよなら。はい、動画をご視聴いただきありがとうございました。僕ら裏切りマンキーコング、来る8月10日の木曜日、単独ライブボリューム2スーパーマンキーコング2というライブをやらせていただきます。はい、こちらですね、渋谷の吉本無限大ホールでやりまして、はい、時間は、15時45分開場、16時開演、うん、こちらまあお昼の時間なんですけども、こちらチケットはですね、前売り券ですと1800円、そして、当日券だと2000円、うん、なんと子供料金が中学生以下の方1000円になります。ということでね、はい、まあ、小さなお子様も、来やすくなってますので、ぜひとも来てください。これは来た方がいい。水田君、はい、このライブの見どころをちょっと教えてくださいよ。コーナーで、うん、クレイジータクシーの BGM に合うアーティスト選手権っていうのをやるんだけども、やらないやらない、そんなニッチだな、その人気な。よろしくお願いします。はい。